この先の人生、水分は3種類のみしか選べません。3種類を何を選びますか？水分。だから、味噌汁も、あの、水分だと、まずは水、これは絶対。あと、定期的に飲みたくなるコーラも絶対。あとはね、なんだろう。いや、なんか、もう失敗したから、もうビールって思ったけど、でも3種類しか飲めないのであれば、お吸い物か？お吸い物、この3つ。唐突ですいません。人生で一番笑った話を教えてください。これは、友達の彼氏とのその営みのことなんだけど、一年付き合って、彼氏さんとその友達がね、二回しかエッチしたことないみたいな。みたいな。そんなことある？って。で、いやなんか、入んないんだよね、みたいな。言ってたから、その彼は、〇〇ちゃんが、初めてなの？って言ったら、そうなんだよねって言ったら、そのまたその、もう一人の友達が、それ絶対下手じゃんみたいな。それ絶対下手だからだよみたいな。って言ってて、それでめっちゃ爆笑したのは覚えてるね。そこかな？そうだね。めっちゃ笑ったかな、その時。ちょうどその、エッチなことに真に目覚めた時も、くらいの時期っていうのもあったから、めっちゃ笑っちゃった。街中などで完全にパンツが見えてしまったことはありますか？複数人に目撃されどのように思いましたか？またどのようにその場を切り抜けましたか？これもね、何事もなかったかのようにする。例えば、まあよくありがちなのが、まあ風だよね、突風。それこそ突風で、ファーってなったら、まあとりあえず抑えるじゃん。抑えて。でももう、あ、これもうガッツリ見られたと思ったら、スーって普通に歩く。もはやこう見せる勢いで歩く。そしたらなんか、こう恥ずかしがるから大きくこう見るから、それは逆効果。だから、私はこう、スーって見せて歩くかも。あれ？あれは本物のパンツじゃないのかな？みたいな感じにしちゃいます。はい、というわけで、ユノとお友達になってくれる方がいましたら、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。質問もたくさんお待ちしてます。